皆さんこんこにちは田中一平ですそれではまいりましょう1881年10月から1890年内政政策3回目の動画になります。 憲法制定に絡む話をずっとしてきてきますこの動画はですね前回の動画ですね家族例とか内閣制度の整備ともう密接に関わるんでそちらの動画をご覧になってから必ずこの動画を見てくださいということなんですけど前回家族例の制定と内閣制度の整備をやりましたこれによってもし憲法ができたらどうなるんですかというのをちょっとやってみたいというふうに思いますそれをやることで憲法ができるってことがどういうことかっていうのもちょっとイメージしやすくなります とりあえず国政を主導するのは内閣です。現在内閣を握っているのは反発です。伊藤博文丸一内閣ができますので、当然その反発っていうのが内閣を組織して政権運営をしていくっていうことになるんですけども、もし内閣が反発だったら、で憲法ができました。貴族院。ここで予算の審議をとりあえずするとしましょう。 そうなると、貴族院っていうのは、反発のメンバーですので、そうなってくると、反発内閣が作る予算に対しては、当然賛成ということになります。一方の衆議院です。衆議院っていうのは、民権派。これが、おそらく進出してくることが予想されます。そうなると、民権派たちは、反政府なので、反対するでしょう。ってことは、結果、予算は不成立です。ここが効いてるわけですね。これ困ったなってことに当然なるわけですよ。 なんでこんなバカな仕組みにしたんですかと思うかもしれませんが、それは理由があって、もし内閣が民権派だったら、貴族院ではどうなりますかと繰り返しになりますが、貴族院は反発ですから、これ当然反対するってことになります。民権派の作った予算なんか賛成できるか一方で、衆議院では民権派が政権を握ってますから、おそらく賛成するんだろう。とそうすると結果どうなるかこうなる。なんだよ。じゃあ結局、どっちのケースも予算不成立じゃねえか。そうなんです。 けど、まず、押さえておきたいのは、右側。つまり、こっち。これ、伊藤の思惑通りです。狙い通り。これ、どういうことかっていうと、内閣の権限が強いんで、そこを民権派に握られた場合、つまり、政党内閣ができた場合に、それを妨害してやろう。伊藤ってのは、自分たちにとって、最悪の想定まで、一応考慮に入れて、憲法を作ってるってこと。 政党内閣が成立した時に板垣たちが権力をバンバン行使してっていうのを防ぐために貴族員っていうストッパーを入れてあるわけです。ただ伊藤たちは右側になるとは考えてないので問題はこっちなんですよ結局。これははっきり言えばもう分かっていることなんですよ。要は憲法を制定して議会が開設されてね民権派が進出してくれば反対するような多分なみたいな。 だから、伊藤にとっての政治課題ですね。要はこの憲法制定を作ることで生じる問題点っていうのは、衆議院と内閣が対立する。厳密に言えば衆議院と反発内閣が対立するっていうのが、伊藤博文にとって今後想定される未来なんです。憲法ができたんですから。繰り返しになりますけども、衆議院は民権派ですと。内閣は反発ですと。だから議会ができても、基本の対立構図は変わんねえわけですよ。 ここの争点が予算ですよもちろん法律もそうですけどとりあえずここは分かりやすく予算にしておきます。かだって自分が制度設計するのにこれ放置したままスタートしたらうまくいかないの誰の目にも明らかなんでそこでどうするかってことなんですけどこれを仲裁する存在を入れておこうっていうのが伊藤の考えでそれが明治天皇なんです。 明治天皇っていうのは例えば内閣と衆議院が対立した時に間に入って仲裁するちなみにこれ、イギリスのの政治制度を真似たものです。よくイギリス王室っていうのは「君臨すれども統治せず」というふうに言いながら実際に統治しないっていうわけでもないんですよ。 対立が起こった時に、まあ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 って入ってって、例えば国王とか女王っていうのが間に入ることによって、対立してた政治家たちも、陛下がおっしゃるのであれば、みたいな感じで、だからそういうふうに、ノブレス・オブリージュみたいな感じの言葉があるんですけど、偉い人たちっていうのが、そういうふうに仲裁に入ると、喧嘩して、もう意地になってやってた人たちも、陛下がおっしゃるんだったら、ここでやめましょう、みたいな。だからそういうふうになるんですよ。ここも、大日本帝国憲法が、必ずしもプロイセン一辺倒ではないよっていうことが現れてるんですよ。 じゃあ聞いていいてでですすか衆議院と内閣を仲裁するんですよね当然これ天皇には強力な権限を与えなきゃいけないって話になるんですよだから天皇主権なんですよこれもねだからね中学社会とかがまずいんですよ大日本帝国憲法と日本国憲法っていうのを比べて天皇主権で日本国憲法は国民主権その表を見ればですね日本国憲法素晴らしい大日本帝国憲法はてんてんてんみたいな感じで表になってるじゃないですか天皇主権になってる理由とかを説明しないからなんか天皇主権ってダメじゃねえってなる。 だから天皇はあくまで仲裁のために権限が強化されてるんですよ大日本帝国憲法のとこでも説明しますけど天皇の権限強いんですよけどその強い権限っていうのを例えばね天皇がもう全部権限振るって独裁的な政治をやっていくってことはないですそこら辺の話をもう少しします仲裁をしなきゃいけないんでその仲裁っていうのは誰しもがある程度納得するような公平性これが大事になってきます どっちか一方だけを贔屓するとか、そういうことをしてしまうと、天皇の仲裁っていうのは今度意味をなさなくなってしまうんですよ。どうせ天皇って内閣ばっかり贔屓すんだよね。ってなったらこれ衆議院言うこと聞かないですよ。皆さん考えてみてください。これ、小学校で考えれば分かりますよ。例えばですよ。僕がね。小学校の担任の先生で、男の子と女の子が喧嘩した時に、一平はいつも女の子の肩を持つとします。そうすると男の子絶対不満に思いますよね。なん <laughs> だ一平スケベなやつだな。女の子の肩ばっか持ち上がってみたいなね。絶対言うこと聞かな、ね、い。これじゃ意味ないんですよ。仲裁を する立場だからこそ天皇は公平性が必要になってくるんですよそこで公平性を担保するために2つなんですもあんのかと思うかもしれませんけど天皇の公平性を保つために1つ目例えば天皇が何か政治判断を当然しますこれにあなるほどねっていう納得感を与えなきゃいけないんですよ仲裁とかでそれ判断することになるわけですから重みが必要なんです だから必要に応じててて天皇っっいいうううのが意見をを聞けるそういう組織を作っておきます例えば自分はこれこれこういう判断したんだけどその判断した時に A さんにも相談した B さんにも相談した C さんにも相談したいろんな人に相談して最終的にこういう判断で仲裁しましたってなればああなるほどねっていうその重みを与える天皇が何か判断をする時に必要に応じて相談できる組織それがですね枢密院。 天皇の諮問機関とか、諮順府って呼ばれますけどね。国政の重要事項について、天皇が何か判断をするとき、これの参考になる意見を言ってくれる人たちを集めておく。数密院議長がトップ、数密院副議長がいて、数密院顧問官というメンバーがいます。数密院顧問官になるメンバーっていうのは基本的に反発の連中です。まずそれが一つ。 もう一つです。公平性を担保するって言った時に、例えば前回の動画で説明した内大臣、三条実富のために作られたという話をしました。役割は天皇を常にそばにいる。 天皇の常時保室とかってよく言われたりするんですけどこれを覚えるかどうかともかくとして常にそばに羽べって補佐をするだからこの内大臣っていうのも天皇の判断にあるし重みを与えますよねだってそばにいて天皇が声かけたりするわけですから参上されとみにこれってどう思うとかって相談するわけですからその意味で内大臣っていうのは天皇の判断に重みを与えるそういう素材の一つっていうことになるんだけれども例えばですよ天皇 今日が内大臣に何か話を聞きました内大臣が実は内閣の外務大臣も兼ねていて常に天皇にその内閣に都合のいいアドバイスばっかりをするこれ絶対ダメじゃないですかわかりましたねテレビは逆にこっちの方ばっかり持つも駄目なんですよ、ね、だからそうすると内大臣っていうのは内閣とかとは切らなきゃいけないんです関係ありません それから例えば天皇の財政の管理とかをする正確には皇室のって言った方がいいんでしょうけど宮内大臣宮内省っていう役所があるんですよ。 宮内内ってののは今の宮内庁です。それのトップが宮内大臣なんですけど宮内大臣も内閣の内務大臣とか言ってたらダメじゃないですか天皇の財政担当する人がね実は内閣の大臣ですなんてなったら絶対天皇ってさ内閣に有利な判断しちゃうよねってなるんで宮内大臣とか内大臣は内閣の大臣は兼ねてはいけないなんで天皇の公平性を確保するためにこれがですね宮中府中の別って 宮中がこっちです。府中ってのは基本的に内閣のことです、ね。就任する人を別々に分けますよ。ですから、この内閣制度の整備に合わせて、宮中っていうのも整備していかなきゃいけない。その上で二つを分けなきゃいけないということになります。ですから、内閣制度の二つ目です。宮中の整備と。 区内大臣を設置して、区内省のトップってことなんですけど、法室の財政、事務を管轄させる。内大臣を設置し、天皇常時法室というふうになるんですけれども、内閣は区内大臣、内大臣を除く大臣で構成される。区内省は内閣から独立しますし、例えば内大臣が外務大臣を兼ねるとかそういうことはありえません。内大臣、区内大臣と他の大臣の兼任不可ということですね。ちなみにこれの例外が伊藤博文です。 伊藤博文は第一伊藤博文内閣を組閣した時に彼は宮内大臣を兼ねて内閣と宮中の整備をやった上で彼は結局宮内大臣を辞めてそれによって宮中府中の別っていうのが確立すると。 まあ、い,いことですねここまでの説明でわかると思うんですけどもこのあとね成立する明治憲法体制において明治天皇ですねこれが天皇主権だからといって独裁的に政治的な権限を狂うかといったらこの話聞いてわかるでしょ違いますよ確かに天皇主権と書いてあるっていうことで言うとプロイセン流なんですよところが実態に着目してみたらこれイギリス流なんですよだからわかりますよね大日本帝国憲法って見方によっていろんな理解の仕方が可能だよっていうふうになるんですよ ここら辺がですねいわゆる明治憲法体制大日本帝国憲法の本質の理解と、まあ、いうことになります一つ橋大学とかを念頭に置くとですねここまで押さえておきたいんですねなんでかっていうと民権派が内閣を作った時にそれを邪魔する組織がいますみたいな話っていうのが過去論述問題なんかで出るんですね邪魔する組織っていうのは民権派の場合は貴族院ですよね逆にね反発内閣を邪魔するのは衆議院ってことなんですけどそういったあたりっていうのの仕組みをきちんと理解できてるかどうかと まあいう話ですねここら辺が出てくるので押さえておいてくださいということですね。以上を踏まえてですね9ページの経過のところをご覧ください。伊藤博文東,東欧憲法調査をすするとと、まあ、いうことですね1882年83年あたりに行ってるわけですけれどその後帰国して84年に家族令そして内閣制度の整備が85年です。この 憲法草案を作ってますなので憲法調査のためヨーロッパに行きましたその後内閣制度とかの方が先ですその後86年から憲法草案を作成します伊藤博文井上小橋伊藤よじ、金子健太郎ここら辺の名前を押さえておきたいですね注意は繰り返しになりますけど伊藤よ治ですねそれから井上小橋ですね井上薫と混同しないようにとまあ、いうことでございます80年代後半に憲法の草案ができたら枢密院で審議をしました 憲法っていうのの審議は国政の重要事項ですんで枢密院というのは当然それに関わると。 まあいいことなんですね初代枢密院議長は当然これ伊藤博文が務めないと伊藤が作ってますからねそれは伊藤が出てこないとって話になるんですけどそうするとねもう伊藤罰ゲームになってくるんですよ何かっていうと枢密院で草案審議始めた頃って井上薫がですね条約改正交渉に失敗して聞いたことありましたよねノルマントンゴ事件とか例のやつですよ六名館外交失敗して外相を実は伊藤が兼ねてるんですよ。ってことは首相兼外相でさらに憲法の草案作成が終わってこれから枢密院で審議で俺枢密院議長やんなきゃいけないって。 死ぬぞって話ですね一人ブラック企業みたいな感じになるんで枢密院でですね憲法草案の審議をする際にですね伊藤は内閣をですね薩摩派のトップである黒田清隆に譲りますので枢密院で草案審議が始まる段階で伊藤博文丸一内閣から黒田清隆内閣に変わるとまあいいことですね枢密院で審議していろいろ修正を加えた結果有名な1889 11年2月の11日ですね憲法が発布されるだから憲法発布時の内閣は黒田清隆内閣ということになるわけです ここの経過はセンター試験時代にも並び替え問題とか出てて、ここは大事ですね。 以上何回かに分けて説明してきましたけれども憲法制定の具体的な中身ですねそれとそのことがどういうことを意味するかということをしゃべってきましたこのあとですね憲法制定とかをやって国会が開設されると当然条約改正交渉とかに民権派が口を出してくるんでそれを避けるために民権派が条約改正交渉に口を出してくる前にやってしまおうというのが井上薫の井上外交とかの話なんですけれどもそこら辺の話ですねそれに付随する話をいろいろ見ていきたいというふうに思います